虎、えー、の日一粒万倍日で最高の金魚を手に入れる方法まず「虎の日」という話なんですけれどもこの「虎の日」というのはですね虎、えー、ちゃんのイメージを皆さんにちょっとね見ていただきたいなと思うんですで今日はこのねイメージを持つっていうことがめちゃめちゃ大事なんですねちょっと皆さん虎ちゃんご様子を見てあげてくださいそうです このトラちゃんのこの様子、今、目にしっかり焼きつけてあげてください。この動き、この色、この感じです。えー、ということで、今日皆さんにお伝えしていきたいのは、このイメージということなんです。そして、実は稲穂ちゃんについてもイメージを皆さんが見れるようにご用意させていただきました。 この稲穂ちゃんのイメージも、これをしっかりと目に焼き付けてくださいね。えということで、今、皆様に映像をえお見せしました。そして、え皆さんの頭の中で、え今、描いてくださいということをお伝えしました。で、これがなぜ、金運アップに大切なんでしょうか。でこういうことなかったですかあなたがコマーシャルを見ていったときに、あれ なんかそれ欲しいかもって思って買っちゃったことがある方。例えばレストランの美味しそうなカレーを食べるシーンを見たらば、あカレー食べたいって言ってカレー食べちゃったことがある人。あるいは、えー、パフュームをね、シュッシュッってやっている。 これが素敵って,言って思わず香水を買っちゃったことがある人、このイメージを持つということは、実はあなたが宇宙に対してめちゃめちゃ明確にオーダーをすることができるということなんです。 で宇宙に対してオーダーができるってこれどういうことなんでしょう宇宙にオーダーができるっていうことは宇宙と私たちの関係って一体何なんでしょうか宇宙って一体何なんでしょうかそこからちょっとねお話をしておきたいなというふうに思うんです。でそうすると金運を最高に上げていくっていうことがあれいとも簡単にできるやんっていうことにたどり着くことができると思うんですね。だからこそイメージを持つことによってあなたはそれを 手に入れることができるということを腑に落としていただきたいなと思うんですね。宇宙ちゃんは、そう、私たちなんですよね。そう、私イコール宇宙なんです。そう、宇宙は私、私は宇宙なんですよ。はい。私は宇宙、宇宙は私というこの言葉、実はあなたを最強にしてくれる、最強の金運にしてくれるのが、この マジックワード私私はは宇宇宙宇宙は私ということなんですこの宇宙という言葉を言った瞬間にあなたの脳内の中にはさっきの稲穂と虎ちゃんをねお見せしたときにあ、虎だ、あ稲穂だっていうふうに思ってそこからあなたはイメージをしていったと思います。でそのイメージと同じようにですねあなたも宇宙という言葉を言うことによってですねあなたの中で 宇宙というえイメージが自然と小さい頃から、えーね、ずっと宇宙の映像とか見てきたと思いますからそれが浮かびますそう。不安がなくなってくるんだよね。この不安がないっていうのってどれだけすごいことなのか分かります不安がないイコールあなたはどうなってるってことですか安心しているっていうことなんですよね。安心している時にあなたの力は 最大限に発揮しやすい、発揮しにくい、どうですかもしあなたに不安があったとしたら、大丈夫かしら合ってるかしら間違ってるかしらどうしよう先生、これでいいのってなっている時に、はい、あなたの運気はマックスになりますでしょうか安心することによって、あなたの運気、あなたのポテンシャルというのはマックスになることができるんです。 は安心すするることにによってマックスになるんですだからこそこのおまじないである私は宇宙宇宙は私ということをどうぞ不安になった時に言ってあげてください。でなぜこれ安心するんでしょうそう宇宙の広大な中の私たちは一部であるすなわち私は一部どころかいや宇宙そのものですというふうに え理解していただくと自分があらま宇宙みたいにすごいんやってことになり安心してポテンシャルが発揮しやすいということとさらに宇宙というものの中にあるこれ知った板橋をす。 を作ったのが宇宙なんですよねあなた自身が「え私は宇宙宇宙は私」という言葉を自分自身にかけてあげることによって人間の脳というのはあなたが発する言葉通りに動いていきますからそうすると「あ私は宇宙宇宙は私」というだけでもう一回「そうだった私たちはこの大きな宇宙のかけらの一つだったんだ」ということを 脳が勝手に思い出すことができるんですよ。で、思い出すことができたとすると、それは繋がるということなんですよね。なぜ脳の中で意識をすることができるから。なのでえ、ここからビジュアルというものをたくさん使っていってほしいんですね。で、Google 画像というのがめちゃめちゃ使えます。YouTube というのがめちゃめちゃ使えます。 ということなので、あなたが何かを意識したいときに、目をつぶってビジュアライゼーションという、えー、想像してあなたの欲しい未来を描いてくださいねって言われたときに、え なんか真っ暗にしか見えなくて、全然想像もできませんという方は、えっ、ー、と、この、えー、ビジュアライゼーションの動画が YouTube に上がっていたり、あるいは画像を見て、自分自身が、あ、なんかこれ素敵って思うものを検索して、画像をポンと押していただくとですね、ブワーってその画像が出てきます。で、そこから画像、好きなものをね、あの、あの保存して、そして1枚にまとめていただくと、あら、もうあなたが欲しいものだらけのビジョンボードができるよって、 これ、本当に使えますから、この後もですね、ぜひぜひフル活用していただきたいねっていうことなんです。で、そうすると、今日、虎の日だから、虎の映像を見ていただきました。そうすると、あなたの中にある虎の映像というのがリアルになり、そして虎のエネルギーを、もうあなたはこれで取り入れたということなので、あなたが虎のさっきの映像を見た人、おめでとうございます。虎エネルギーが活性化されました。そして、 もう一つ、えー、虎の映像を見てないよ大丈夫です今、虎というイメージを自分の中で、あの黄色と黒のストライプ、思い出していただくだけではい、虎のエネルギーを取り入れることができました。おめでとうございます <laughs> そして一流万倍日ですから一粒が万倍になっていくという稲穂が頭をもたげている稲穂ちゃんのイメージをしていただいたはいこれだけで一流万倍のエネルギーがあなたの中に活性化されましたということなんです要は 思い出すだけでもうあなたはちゃんとそのエネルギーを取り入れることができているということなんですよ。えちょっと待って先生さ今日さ「虎の日」と「一粒万倍日」って言ったから一応そこを、ね、思い出すって分かるんだけど僕イノシシ年なんだけどはいイノシシの映像を逆に見ていただいたら。 はい、それであなた、イノシシのエネルギーも活性化しましたっていうことになるんです。ですから、あなたが何にフォーカスをするのか、その細かいことをえ考えすぎてしまうのが、なぜ良くないのかというと、そこに行っちゃった瞬間にわからないエネルギーを活性化させちゃってるってことなんですよ。ですので、よくね、自分の天名が、私の天名がわからないですとすごい一生懸命言っちゃってる人、 はい、言っちゃってるからわかんなくなるんだってばっさーということなんです。そうやって、えー、言っちゃってるからわかんないって言っちゃってる。 分かんなくなくってるだけであなたがちゃんと、えー、宇宙からねあなたのお母さんを選んでそしてこの地球に生まれてきたんですからあなたという魂ちゃんが自分が、えー、この天で決めてきた命の使い方を知らなないいわけはないんですよだからあなたがわからないというエネルギーの活性化をわからないという言葉を使うことによって活性化しちゃってたからわかんないわかんないわかんない。 っていうところに行っちゃってただけってことなんですよですからじゃあさっき トラを見ることによってトラのエネルギーを活性化しました。宇宙を想像することによって宇宙のエネルギーを活性化しました。そう、だったとしたらば、そう、あなたは思い出せばいい。私は自分の命の使い方を覚えている。私は天命を覚えている。私の天命分かりました。私の天命分かりました。私の天命分かりました。と言って、分かりましたをずっと活性化させていれば、そうすると、あなたのトラの日、そして一流万倍日の境 という日があなたにとって最高の金運が上がりますということなんですですからもう今日の合言葉は私の運気最高私の金運爆上がり私は最高という風うに言っていただければあなたは今日最高の金運で生きれるよということでございましたはい、えー 皆様本当にご視聴ありがとうございましたそれではまた明日の6時にお会いできることを楽しみにしております Have a wonderful Monday Love you all Bye